それでは5年生社会科資料の読み取りにチャレンジの学習を始めましょう。このグラフを見て分かることをノートに書いてみましょう。皆さんは社会科の授業の中でこのような活動をしたことはありませんか社会科は資料をもとに分かったことや 疑問に思ったことを出し合い、学習問題を作ったり、疑問を解決していったりする教科です。資料を読み取る力をつけることは、社会科を学習する際には欠かせません。ただし、資料と言っても、たくさんの種類があります。5年生の教科書で、よく使われている資料を挙げてみても、 地地図、グラフ、地球儀、写真、文章とたくさんあります。ただし多すぎると心配はしないでください。社会科では少しずつ資料の学習をしていって読み取り方を身につけることができるようになっています。 この時間では5年生で特に多く使うグラフの読み取り方をクイズ形式で学んでいきましょう。では皆さんこのグラフを見てみましょう。このような種類のグラフを折れ線グラフと言います。折れ線グラフは 4年生までの学習でも読み取りをしてきましたね。少し復習をしてみましょう。では、問題です。このグラフは何を表したグラフでしょうか考えてみましょう。 正解は北九州市の月別の平均気温です。表題を見ればそのグラフで書かれていることがわかるようになっていましたね。次の問題です。グラフの縦の目盛りと横の目盛りはそれぞれ何を表しているんでしょうか考えてみましょう。 正解は縦の目盛りは気温横の目盛りは月を表していますねそれぞれの単位を見ればわかるようになっていますよねここからは5年生で出てくるグラフの読み取りです5年生になると このように折れ線が2本になっている資料も使いますただし読み取り方は4年生までの折れ線グラフが基本となります新たに沖縄県の那覇市の平均気温の折れ線が入りましたねでは2本同時に表した折れ線グラフの良いところはどこでしょうか それは2つを比べられるということです。2つを比べながら読み取りをしていきましょう。では問題です。那覇市と北九州市を比べた時に気温の差が大きい季節は夏と冬のどちらでしょうか 考えてみましょう。正解は。冬。ですね。横のメモリで。季節を読み取り。縦のメモリで。 タを読み取ると答えがわかりますね。では、比べてみてわかること、二つ目の質問です。少し難しい読み取りになりますので、問題をよく聞いてみてください。では、問題です。1月の気温と8月の気温を比べたときに、 差が大きいのは那覇市でしょうかそれとも北九州市でしょうかでは考えてみてください正解は 北九州市です。那覇市は1月の気温が約17度、8月の気温が約29度なので、その差は約12度となります。北九州市は1月の気温が約6度、8月の気温が 約27度なのでその差は約21度ですですから北九州市の方が1月と8月の気温を比べた時に差が大きいということになりますねでは次の種類のグラフを見てみましょうこれは棒グラフですね 4年生までもこのグラフの読み取りを行ってきたと思います。5年生では、このような種類の棒グラフも使います。それぞれの棒が積み上がっている形になっているので、積み上げ棒グラフという名前がついています。ただし、基本的な読み方は棒グラフと同じです。グラフの基本的な情報を見てみましょう。 表題は、専業農家の年齢別人口の変化ですね。専業農家とは、農業だけで収入を得ている人のことだということも分かります。縦の目盛りは人口、横の目盛りは年だということも分かりますね。では、ここで問題です。 専業農家の人口は1965年から2005年にかけてどのように変化していると言えますか考えてみましょう答えは 全体的に減っていっていることがわかりますね。棒グラフが時代が新しくなるたびに短くなっていることが読み取れます。では、次の問題です。1965年から2005年まで最も人数が減っている年齢は何歳から何歳まででしょうか考えてみましょう。 答えは、30歳から59歳までですね。他にも、60歳以上の年齢は、それほど変化がないのですが、15歳から29歳の年齢は、減っていることがわかります。このように、積み上げ棒グラフでは、 人口の変化だけでなくそれぞれの年齢がどのように変化していっているかなど詳しい情報も読み取ることができますそれでは5年生で出てくるグラフの読み取り方についてまとめを行います。5年生では、2つの折れ線ググララフフや積み上げ棒グラフなど、比べたり、より、よ 詳しい情報が読み取れたりするグラフが出てきます。基本的な読み取り方はこれまでと同じです。最後に私たちの暮らしとグラフ資料のつながりについて考えてみましょう。5年生の各教科書のページを見てみると、グラフが使われているページがあります。 どんなページにグラフが使われているのでしょうかまた、本や新聞でもグラフを見つけることができます。どんなところでグラフが使われているのでしょうかそれらを考えてみると、これまで気がつかなかった私たちの暮らしとグラフのつながりが見えてくると思います。 以上で5年生社会科資料の読み取りにチャレンジの学習を終わります。